守っていますが F マリノスもですね、そろそろこの2点のままではという気持ちになってはきませんか。そうですね、あの後半に入って 0-0 ですからね、その辺の焦りは出てくると思いますけども、まあいいバリエーションを持って攻めには入ってるんですけどね、ただ決定的なところをうまくものにできてないってところだと思いますけどね。可愛いです。ここまで市立船橋はメンバー交代は1人、前半の途中に米田に代えて寺田を入れました。前の選手では19番の琴吹、20番の190センチの長身フォワード榎本という2人が入っています。カレン、うん、田中、さあ田中自慢のスピードで抜けていく、川井が止めた。川井に対するイエローカードです。逆に言えばそれだけそうです、ね、田中のスピードを警戒しているということですよね。このやっぱり入れ違ったところのシーンですよね。これ抜けてれば本当にビッグチャンスでしたからね、さあ鈴木のセットプレー、近いサイドにボールを蹴ってそこに誰かが飛び込んでくるという形が多かったですが、どうか。先ほどは増島がかわしてフリーになるケースがありました。あっとゴールし遠いサイド、ゴールキーパー下が出ます、ファンブルしている、ボールを取った、一塁ランナー、下川がキャッチしたんですけどもね、落としてしまって、その後増島ですね。増島今大会2点目、さあこれで1点差。清水、クロスが入る、高いボール、競って落とす、クリアする、もう一度エフマリノスに出る、増島クリア、このボールをエフマリノスに拾われます。大橋かわしてクロスが入れる、いいボールが入る、中村なんとか足を出しました。後半に市立船橋が増島のゴールで1点を返して、その差1点差。さあ縦に行く、縦に行く、つなぎたい、市立船橋に出ます。右に根本が開いています。その根本は中に入っていく、寺田クロスを入れる、このクロスに合わせる選手がいませんでした。ただ市立船橋の白いユニフォームがボールを持った時、相手ゴールに近づいてくる選手が多くなっています。そうですね、全員で攻める守るという形がきっちり取れ始めましたよね。安永この位置でもらう、遠藤に預けて右に佐藤幸彦、安永はそのままゴール前に上がっていく、クロスが入る、こういうところですね。大橋落としてデトラの右足こぼれている、クリア、いいセーブですね。佐藤のファインセーブ、まだあります。本橋からクロスが入る、ゴールラインを割りました。今日も再三ファインセーブを見せている佐藤。そうですね、これ折り返しなんですけどもね、ただ今追い返される前の右からのクロスに対してね、どうしてもあのボールを見過ぎてしまって裏に人を置いてしまうんですよね。あれは少し気をつけなければいけないところかなと思いますけどね。おっと、逆にエフマリノスからすればそこが一つのチャンスになるということですね。そうですね、距離の長いクロス、そして横からのボールですと、どうしても角度が見る角度というのがね、非常に難しいので、その辺が狙いどころの一つですよね。こういったところですよね。裏を大橋が抜けていく、ディフェンスはまず1人、2人寄っていく、2人でいく、ドトラからボールを奪う、ゴールキックです。早いですよね、カバーが。
寺田、中村、変わった琴吹、裏を狙う旗の上の琴吹が飛び出してくる、シュート、素晴らしいボールと素晴らしい動き見せましたよね。ピンポイントの琴吹へのボールが入りました。さあ一気に今度は F マリノス大橋、ここはディフェンスが対応したい。おっと、バットも田橋には合いません。ちょっと田中が足が復活しないですかね。それにしてもこの変わって入って琴吹へのパス、見事なピンポイントのパスでした。いや、いい動きしましたよね。あの素晴らしい動きとは素晴らしいパスでしたよね。その後のワンタッチコントロールも素晴らしいものありましたね。いい判断を選手がしましたよね。ここからなんですけどね、このボール中村からのボールでした。いや、スピードもありましたよね。ワンタッチコントロールうまく寄せられないようなコントロールしながらシュートまで持ってて完璧でしたけどね。同点というシーンでしたが、ゴールキーパー下川が立ちはだかりました。代わって入った19番の琴吹です。今一律名橋は12番の田中が足をつってピッチの外に出ています。根本から上がってきた右サイドバックの寺田、一旦下げて鈴木、攻撃の起点になる鈴木、ちょっと出しどころがない中村、鈴木、さあ鈴木が前を向く、前も空いている、シュートを打つ、おっとコーナーキックです。そして今鈴木もシュートを打った後こうした足を伸ばしています。それでも選手たちはこの J1 のチャンピオンチームと戦えるという喜びも感じているはずです。さあセットプレー、遠いサイドヘディング松島セル、ルトライもクリア、根本が拾う、あっとエマリノスが体を寄せる、もう一度一律なまし、ちょっと浅いな。なすがせる、さあ琴吹が拾います。鈴木が上がってきているが、そこには本橋先輩が立ちはだかりました。あ、一番止まらない方がいいですね。大きなサイドチェンジ、佐藤幸彦、ゴール前には2人の選手が入っている、クロスが入る、近いサイド安田が、ここは中村の対応、本橋がフリー、左足のシュート、体を寄せる、さあ一律直しボールを奪う、少しここでスローダウンです。ボールを止めました。サイドチェンジで鈴木、デュトラが寄せる、 F マリノスに出る、大橋、安田が裏を狙っている、大橋も出しどころがない、一旦下げるデュトラ、本橋に増島が寄る、増島体を入れて奪った、 F マリノスのファールです。このあたり1対1の強さもありますね。鈴木選手がタックルしてくる正面にいたんですがね、何かこう勝ちたいという気迫が伝わってきますね。先ほどは足をシュートを打った後に足をつって伸ばしているシーンもありましたけども、ここは走ります。さあカレン、カレンがドリブルで行く、前には3人のディフェンダー、その間を行く、鳩が追う、カレンが行く、折り返す、はい、入った、いやもうカレンの突破素晴らしかったですね。やはり何とか止められたシーンだったんですけども、やはり自分のこう生きていくものに勝負をかけてみたところ、素晴らしいプレーが出ましたよね。東アジア選手権の代表組も今見ていましたが、2対2の同点になりました。いや今日見た中でもね、一番こうスピードある突破でしたね。佐藤からのクロスが来る、ヘディング、増島の対応です。後半はディフェンスも集中しています。琴吹が寄せていく、クロスが入る、なんとか最後体を寄せていきました。素晴らしい形のゴールでした、さあ右、三沢球技場も大きな歓声が上がる、根本がかわして裏を狙う、シュート、クロスバーの上、わずか、わずかでした。いや琴吹左の方からずっと斜めに走ってきましたね。琴吹の投入からチャンスが生まれている一律船橋。
タッチを割って一船ボールです。逆に F マリノスのディフェンスはどうしたんですか。そうですね、距離がある分少しマークうまく見つけられてないですよね。そしてまた動き直しが多いですから、それの対応というものが少し混乱してますよね。前半は対応していた裏への飛び出しに北澤さん、はい、高校生選手たちはまあ40分ハーフに慣れてるとは思うんですが、ここから40分を過ぎてからのこの5分、今一番苦しい時ではありますよね。そうですね、もちろん何人かしらつってますけども、やはりここ勝負どこですからね。おっと体を入れ替えてシュート、あっと合いませんでした。佐藤幸彦合わず。先ほど足がつってピッチの外で伸ばしていた鈴木が戻ります。根本、中村、鈴木、右サイドバックの寺田が上がる。ことぶきが裏を狙っている。ことぶきを越えて田中、ここは通りません。安永です。安永がうまく体を使う。増島が寄っていく。増島が足を入れる。増島奪った。松島は今日1枚もらってます。あっとここで松島2枚目のイエローカードで退場。いわゆるシミュレーションという判断。まあそうでしょうね、まあ、ファウルとしてはそういったジャッジだと思いますけども、こうですね、当たってませんからね。まあ、それがイエローカードに値するかどうかはね、レフリーのジャッジだと思いますけどね。しかし1点目を挙げた増島、そしてディフェンスの中心守ってきた増島に三沢はなんとかクリアします。この天皇杯は同点の場合は延長、前後半それぞれ15分ハーフの延長戦、 V ゴール方式の延長戦に入ります。それでも決しない場合はペナルティーキックになります。市立船橋としては正念場。後半終了間際のセットプレー、ディフェンスの要を増島失っています。遠いサイド入ってくる、川井が入ってくる、合わない。大きくクリア、田中が走る、田中が走る、田中にボールが入る、入る、田中が入る。ここは鳩がクリアです。精度を欠きました。ロスタイム2分を経過、ロスタイムの目安は3分です。根本、カレン、前には田中1人、さあスピードでカレンがチャレンジするが、市立船橋ボールのフリーキック。ここはロスタイムの時間、それから市立船橋は1人少ない状況を考えると、このフリーキックに全てをかけてきます。まあ、今まではこのフリーキック増島をターゲットにしていましたが、そのターゲットがいなくなりました。もう一人のターゲットは6番の渡辺、ね、そしてカレン、田中。渡辺は今ナスがついています。遠いサイド、ゴール前に入ってくる、合いませんでした。ここで後半終了。全日本ユースのチャンピオンが J リーグのチャンピオンチームを相手に2対2。これから試合は延長戦に入ります。いやー北澤さん、はい、それにしても市立船橋、特に2点目は見事でした。いやー見事な展開でしたよね。まあ、後半に入って本当に前半と違う立ち上がり方を掴みましたよね。はい、いやいや、マリノスにとっては 2-0 という、ね、危険な状況からね、一番心配していたような状況になりましたからね。ただ一番はよく頑張りましたよね。